福田徳造福田徳造は日本の経済学を開拓した経済学者、社会政策学派、新歴史学派として経済理論、経済史などを導入した、東京商科大学教授、慶応義塾教授、フランス学士院文科部外国会員等歴任、レジオンドヌール勲章受賞、東京神田生まれ、母はクリスチャンであるため、1886年12歳の 時洗礼を受ける。対名小学校から私立の東京英語学校などを経て、母の遺言と姉の助言に従い、高等商業学校に入学、学生時代、東京の貧民屈での伝道活動に参加。1894年度高卒。同年間一とともに、神戸商業学校教諭に就任。1895年教諭の職を辞して、 高等商業学校研究科入学。1896年同卒。1898年から文部省に任じられ、ドイツのライプツヒ大学やミュンヘン大学に留学し、カール・ビュー・ヒャー・ヤルヨ・ブレンターノに、指示、1900年ミュンヘン大学で博士号を取得する。留学中に、石川岩尾、石川文吾、神田内部、滝本義夫、津村秀松、志田、太郎、 赤一と共に、ベルリンにおいて、商業大学の必要を兼議し、東京交渉の大学昇格運動を開始。1896年高等商業学校講師、1900年度教授に就任する。1902年、青森県での大協作で基金となり、その原因を考察するため、1903年青森に向かう。彼は、基金の原因を農村に、 貨幣経済が浸透しておらず、農家が営利的な精神を持たないからだ。と結論づける。1904年に休職処分を受ける。校長の松崎倉之助との対立が原因と言われる。同年復興運動を起こした関麗之助が方向処分となる。休職中の1905年、美野部吉の推薦により、東京帝国大学法科大学に論文を提出し、 法学博士取得。1906年に給食期間が満期となり、高等商業学校退官。給与が出ないため小田原の総田木一郎別宅に住み、高橋作江、坂田茂次郎、本田熊太郎、佐藤直武の圧戦で、外務省の翻訳の仕事を行い生活する。後に、駿河台に下宿。本田熊太郎の圧戦、名取は桜の尽力により、 1905年から1918年まで、慶応義塾教授。慶応義塾では、小泉晋三、高橋誠一郎らを育てた。1918年、三浦新七や相田喜一郎らの圧戦で、東京高等商業学校教授に、復帰。1920年東京高賞の大学昇格に伴い、東京昇華大学教授に就任。1922年4月7日、 帝国学士員会員となる。1923年内務省社会局参与に就任。同年の関東大震災直後に自ら学生たちを引き連れ、失業率の調査を1324世帯を対象に8日間かけて行い、その結果をもとに東京全体の失業率を推計し、国や東京市に対し復職のきめ細やかな支援の必要を訴えた。 また著書、衛生機械の復興を急げの中で、復興事業の第一は、人間の復興でなければならないと関東大震災を、具体例として、以前から提唱していた、生存権の必要性を唱えた。1928年、黒田ヒヨテルに次ぎ日本人として二人目の、フランス学士委員文科部外国会員、レジオンドヌール勲賞受賞。九百三十年糖尿病で、 慶応病院に入院、中水園で死去。社会政策学会の中心メンバーとして活躍。対象でもクラしい期には、吉野作造とともに、霊明会を組織し、民本主義の啓蒙に努める。第一次世界大戦後は、マルクス主義に対し、批判的立場から民本主義、自由主義に立ち、政府による社会、労働問題の解決を主張、川上はじめと論争した。 日本における福祉国家論の先駆者とされる。また内務省社会局参与として政策立案も言った。福田の全蔵書44,841冊は大阪市立大学に福田文庫として収蔵されている。朝鮮の封建制度欠如説による停滞制論を初めて唱えて日本の侵略を正当化した論者として現代の韓国の研究者から志願されている。 おそらく近代的な経済史学の方法論によって書かれた韓国の経済史に関する最初の学術論文と評価される韓国の経済組織と経済単位を1903年から1904年に発表した。そこで資本主義の発展の初段階を封建制度以前の時速経済、封建制度時代の都府経済、近代国家時代の国民経済に分類化する。 そして20世紀初期の朝鮮経済が、封建制度以前の、時速経済の変容的な状態の段階に属しており、日本に例えるなら、平安時代、ヨーロッパに例えるなら、フランク王国に当たると主張した。それによると、20世紀初期の朝鮮経済は、封建制度時代の、都府経済にも達しておらず、日本やヨーロッパに比較して1000年も遅滞しているという。そして、 資本主義に進展する不可欠の必須要件である、封建制度を経験していないことから、停滞した朝鮮経済がそこから脱するためには、朝鮮自力ではできず、外国の国力をもって初めて可能だとする。この場合の外国の国力は、ロシア、日本が考えられるが、ロシア経済は朝鮮経済同様に停滞しており、相互協力による相互発展は難しく、 日本の国力によってのみ、朝鮮経済の発展が可能だとする。そして、論文、韓国の経済組織と経済単位を以下の言葉で締めくくる韓国における経済単位の発展は自発的なものではできず、伝来のものによらざるを得ない。伝来的というのは、別の経済単位の発展した経済組織を持つ文化に同和することになる。韓国の土地を開拓。 工作して徐々に、これが資本化できるよう、その価値を高める方法を知っているものでなければならない。それでは韓国において、多くの経済的設備を施し、数千年間の交通による了解と同情で、肝心の私益になれ、肝心の土地を事実上、私有して徐々に農業経営を試み、さらにその生産品である米、大豆の最大の顧客である、我々日本人は、 この使命が尽くせる最も適したものではないだろうか。ましてその封建的教育は世界で最も完備したものの一つであり、土地に対しては最も集中的な農業者であり、人間に対しては漢心に最も欠乏している勇ましい物資精神の代表者である。我々日本民族は封建的教育とこれに基づいた、 経済単位の発展を何も実現していない韓国と韓国人に対してその腐敗水防を極めた民族的特性を根底から消滅させることで自分に同和させる自然的運命と義務を持つ優秀な文化の重大な使命に臨むものではないか。これこそが日露戦争直前に書かれた論文の核心であり朝鮮に対する侵略行為をむき出しにしたものであり朝鮮は 自力で近代化できず、日本に同化して、日本の国力を拝借して、経済発展を行い、それに対して日本は、朝鮮の近代化を助力する使命があるという侵略の野望露骨に提示しているなどと、現代の韓国の研究者からは指弾されている。福田は、市場によって、資源配分が効率的に行われば、社会的な強者、 弱者が生まれることが常であり、それ自体は悪いことではないと指摘している。ただし福田は、国民に人間としての最低保障も政府に、提言していた。福田は、誰が淘汰されるべきで淘汰されないべきかなど、誰にも分かりようがない。全ての人に等しく最低限の保障を与えるのが、望ましいと指摘している。福田は、関東大震災が起きた後に被災者の実態調査を、 行った。著書、復興経済の原理及び、若干問題では、有滞在の損失よりも、被災した人々の人間性の損失についてより多く、言及している。福田は、第一次世界大戦後の金海禁に反対して、おりながら、経済格差を助長するものとして、戦中、戦後のインフレを問題視していた。福田は、アービング・フィッシャーの貨幣数量説を支持し、 政府、日銀による貨幣調節でインフレはコントロールが可能であると考えていた。しかし、1925年頃から旧平鎖金解禁論者に転じ、浜口有効内閣発足に際して、デフレ下での緊縮財政を支持している。福田は、1920年以降の不良債権の累増を問題視し、不良債権問題を解消しない限り、 日銀は物価をコントロールできないと考えた。ありがとうございます。